皆さん、こんにちは。コンさんです。今日もよろしくお願いします。今日は下腹部、下プラやっていきます。夏までにできるだけ速攻で落とせるようにきついですがやっていきます。どうしても腹筋で腰が痛くなってしまう方、手をですね、お尻の下に入れる、もしくはですね、枕のようなもので頭の位置を高くして行ってみてください。結構改善するはずです。では一緒にやってみましょう。寝てください。では仰向けやっていきます。膝を上げて膝90度のままゆっくり横にこのように倒していきます。で、あんまりですね、こう一緒に体がいかないように注意しながら手でちょっと押さえながらでいいのでやっていきましょう。よいしょ。で、どうしても腰が痛むという方は最初の説明の通りですね、このように上半身を高くした状態でやってみましょう。続けていきます。ふーっと息を吐きながら、よいしょ。さあ、あと20秒ぐらいです。よいしょ。このね、この脇腹のあたりをしっかりやっていきましょう。よいしょ。はい、 OK。では次、このまま片方だけを開いて戻すという運動をやってみましょう。ぐーっと見やすいように向きを変えました。ぐーっとじんわりですね、最初の方は、じんわり系をやって下腹に意識を作りやすい状態にしておきます。よいしょ。これで腰がどうしてもという方はお尻の下に手を入れてお尻の位置を骨盤の下にですね高くします。この状態でやると、あの、腰が痛くならずにできますので、やってみてください。よいしょ。まあ、何かクッションみたいなのを挟んでいただいても OK です。よいしょ。こんな感じですね。さあ、あと10秒ぐらいです。よいしょ。さあ、次はここからゆっくり膝を曲げたまま地面ギリギリまで落としていきましょう。膝を曲げたまま地面ギリギリまで落としていきましょう。これも腰が痛い方はこのように上半身を高くした状態で行ってください。こんな感じです。これぐらいいけば、あの、もうお腹効いてるのでそれぐらいで十分です。よいしょ。大丈夫な方はしっかり背中を地面にギュッと押した状態でやっていきます。ここね、使っていきましょう。引き締まれってね、やっていきます。あと15秒頑張るぞ。よいしょ。これ3種目目です。はい、頑張って。もうちょっと。はい、OK。 落としていただいたら、で次は少し体を起こしてこのように、よいしょ、片方ずつ上げていきます。で、この時に一緒にですね、上半身もグッと丸めにいくようにやってください。そうすると、よりお腹の収縮を感じることがしやすいです。足だけだと上手にね、お腹に来ないんですけど、体もこうやってしっかり丸めてあげることによってお腹にしっかり収縮感を得ることができます。よいしょ。さあ、頑張ろう。これですね。よいしょ。はい、よいしょ。息吐いて、上半身も積極的に丸めます。はい、積極的に丸める。よいしょ。はい、もうちょっと。よいしょ。あと5秒。はい、へい。さあ、もう少し体を起こします。よいしょ。両足一緒に手を膝を胸にぐーっと近寄せていきましょう。で、体も先ほど同様にしっかり丸めていきます。こうやってやっていきましょう。ニートゥーチェスト。はい、さあ、頑張ろう。よいしょ。スピードは特にね、いらないので、しっかりと体も丸めてあげてください。
足だけがこう上げ下げしないように、体も一緒にぐっと上半身も積極的にこう膝の方に向かわせてあげましょう。よいしょ、スタート20秒頑張ろう。よいしょ、はい、もうちょい、あと10秒、よいしょ。で次このニートゥーチェストをクロスします。よいしょ、この膝のまとまりを片方の肩の方に向かわせるように引きつけていきます。こんな感じです。でそれを、肩でも迎えに行くようにしてあげると、しっかりお腹にね引いてきます。こっちに向かわせるときはこっちの肩を一緒にこうやって、でこっちのときはこうやってやってあげてください。よいしょ。今ちょっと極端にやってます。くっ、こんな感じで OK です。くっ、そう準備して、くいしょ。足だけだとももも疲れちゃうので、やっぱり上半身、肩の部分も、よいしょって向かわせます。ちょっと斜めからやりますね。ここから見ると、こんな感じ。よいしょ。ふっと。よいしょ。ふっと。こっちから見ると、ほっ。ふっと。こんな感じです。さあ、頑張ろう。もうちょっと。はい。よいしょ。さあではこの状態のまま、今度はよいしょ、足をほっほっほっとやっていきます。でこの時も体をしっかり丸めておきましょう。よいしょよいしょよいしょ、可能な方は足をつかずにほっ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 という感じでやりましょう。難易度別です。さあ頑張ろう。はい、通常はこれです。通常はこれ。よいしょよいしょ、体を一回一回向かわせる向かわせる、丸める丸める、息吐きますよ。ふうふうふう、息止めないですよ。ふうふうふう、あと20秒頑張ろう。ふうふう、皆さんならできるはず。これやってあと、1種目、これやってあと1種目なんでね、絶対にやりきりましょうね。ふう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 、もうちょい、ふい、OK、寝ます。最初にやった種目覚えてますでしょうか。それをですね、足を伸ばしてやっていきます。足を伸ばした状態でぐーっと横に倒して戻していきます。よいしょ、足を上げて横に倒して戻す。どうしてもきつい方は膝を曲げて最初と同じようにやっていただいて大丈夫ですが、いける方は伸ばして倒して戻しましょう。少々ね膝を曲がっても OK、 体だけ一緒にこういかないように注意してやってみてください。よいしょ。さあこれラストの種目です。しっかり頑張ろう頑張ろう。もうちょい、あと10秒ぐらい。ここまで皆さんよく頑張りました。ふう、よいしょよいしょ。はい、OK。お疲れ様でした。自分に拍手。頑張った。他にもいろいろ V 時間用意してますので、よければチャンネル登録してみてみてください。あとはジムのね、様子見てみたい方はこちらお願いします。はい、それではまた一緒に頑張っていきましょう。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。